はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015高橋由伸でのプレー続きをやっていきたいと思います。今日からはヤクルトとの3連戦になりますが、休息を入れておきましょう。さあ今日は小川と杉内の投げ合いです。杉内前回かなり崩れましたからね。打撃が援護できるように吉野もしっかり打っていきたいと思います。そして対するヤクルトは小川です。ストレート150キロ、カットにフォークボール、スピードボール狙っていくしかないですかね。今日も阿部はスタメンから外れてます。4番には長野が入ってますね。由伸が4番でもいいと思うんだけどな。よく晴れた天気になりました。セリーグ公式戦、東京ヤクルト。さあ1回の表、ワンアウトランナー1塁で由伸の打順が回ってきてます。バッターボックスは3番高橋。フォアボールのランナーが出ています。大事な3連戦の初戦、まずマウンドはもちろんエースに託しています。まずはストレートから内から入りました。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース、これは外れます。これが4球目。このサークルチェンジは手が出なかった。何で来るか、もう1球は外してもいいので、思い切ってインコースの打ちました。ゲッツーにはならないですね。サード取った、ツーアウトになりました。当たりが弱かった分、2塁となりました。ゲッツーは免れました。対する杉内の立ち上がりですね。打順の組み立てというのは難しい。山田が打席に入ります。山田もホームラン25本打ってるから、ね、昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。アウト、ワンアウトです。ヤクルト、ジャイアンツともにその後点を取ることなく1点リードのまま由伸ですね。バッターボックス強いにしてからまたちょっと先ほどの打席はサードゴロに倒れています。一発が欲しい。ツーアウトになっています。やっぱりここまでストレートが多いですね。浮かずにリードは取れないでしょうね。なんでストレートを狙っていきましょう。そうですね、といってもやっぱ厳しいところにストレートが来ると変化球は投げれません。そのあたりをバッターが打ってくる。インサイド押しました。当たりも良かったんだけどな。一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。その後ジャイアンツの方が1点ずつ取って、バッターは3番3対0になってますね。スワローズこの回追加点を許しています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。決していいピッチングとは言えないですけどね。打ち上げたか。高めのボール、打球は左中間へ。雄平が掴んで3アウトです。打順は3番高橋。さあピッチャー変わってます。これ7条7条7種のなんて読むんでしょう。データとしてはこんな感じですね。ストレート、スライダー、チェンジアップ、スラーブ、ツーシームも持ってますね。あとスローカーブとフォーク。これが初球。まずはスライダーから入ってきました。ストレート、カロリー。次が3球目、これはスローカーブですね。変化球が低めに外れます。チェンジアップか。変化球タイミング合いません。
2ボール2ストライクです。では打ちました、流し打ちです。三遊間抜ける、これで8試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。ただそのままね試合は動くことなく、まあ由伸ヒット1本打ちましたけど、あんまりね見せ場らしい見せ場はなく、試合の方は勝利を収めています。ヤクルトスワローズ敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。どうしようかな、お金もちょっと溜まってきたし、アシスタントさん呼んで調子を上げてもらおう。さあ第2戦ですね、杉浦、これはもうストレートスプリットこの2本で絞って打っていってもいいかな。今日は一塁に中井が入ってるんだ。阿部はどうしたんでしょうかね。この2試合、少なくともこの2試合スタメンから外れてますけど。今日は晴天に恵まれました。セリーグ公式戦、さあ、ジャイアンツ1回の表ノーアウトランナー2塁1塁、いきなりチャンスで高橋由伸、これ杉浦立ち上がり、そして打席には高橋が入ります。気をつけたいバッターですね。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。いいですね、うまくセンター前に弾きました。ただ帰ってこれないか、セカンドランナー三塁を回った、あ、帰ってきてくれましたね、セカンドランナーホームイン、よし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 。ストレートです。奪われてしまいましたがいかがでしょう。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。じゃないのかな。ツーシームっぽいですね。先制点を奪われました。坂本が一気にホームに入ってきてくれた。1回の裏、これからスワローズの攻撃が始まります。バッターは山田。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。さあそのエースをスワローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ヒットになった、ちょっと手遅れたわけではないんですけど取れませんでしたね。今の菅野もいまいちピリッとしないな、追いつかれてますね。2対2の同点。今たださっき杉浦打ってるいいイメージあるんで、最初は変化球できました。わあ、フォークボールかな。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。ストレートを狙ってました。今のが待ってたストレートだ。打ちました。逃げ取り。弾き返した打球はライトへ。いい当たりだったんだけど、雄平の待ってたところに行っちゃったな。2回のまま1回の表裏に2点ずつ取り合った後はゲームが全く動いてない。さあ杉浦から一発狙います。ストレート1本で待ちましょう。高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ストレートを待ちます。スライダー決まりました。いいコースだったんですけどね。今のは何だろう、フォークかな。さあ5球目は何か、
だー、打ちました。思わず手が出てしまった。アウト、ツーアウト。チェンジアップかなんかボール気味のボールだったかな。打って変わって今度は守備機会ですね。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを一塁に置いています。一塁ランナーは2列ですね。この展開なんでエンドランのような攻めの手でもいいでしょうね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ストレート打った、危ない危ない、ファウルボールです。3ボール2ストライク、フルカウント、制球定まっていません。得点圏に勝ち越しのランナーが進んでいます。いやそうですね、これバッターボックスには代打の松本、大歓声を背に打席に立ちます。いや西さん、どうしても期待がかかってしまいますよね。ここはね、試合の流れを最後ジャストグラブ弾いた、勝ち越しのランナー、これはどうなる。セカンドランナーホームイン、バッターランナー二塁まで進みました。スワローズ期待を裏切らない、この場面で勝ち越しに成功しました。まあこういう状況でアンダーソンか、結果になりましたよね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差、2点取られてますね。ツーアウトランナー3塁で高橋としても、ここ一発出ればだと同点という場面、ピッチャー誰だ。最低限ランナーを進めてきましたね。勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。ストレート、スライダー、スローチェンジアップでいいのかな。シンカーとチェンジアップ、どのボールを待てばいいんだろう。まずは高速スライダーから入ってきました。変化球を見極めます。いったー、上段ホームランだ。これがウルフ吉野部の一撃、今シーズン第32号の同点ツーランホームラン。これで今日3打点、スワローズ追いつかれました。4対4、文句なしの当たり。スライダーだと思う。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。味方の得点直後、リードを守ることができません。これ場外でしょ。ああ場外じゃないか。ただもう特大ホームランだった、気持ちのいい当たりでした。これから11回ジャイアンツの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。ピッチャーは石山に変わってますね。ちょっとデータ確認させてください。石山、持ち球としてはストレート、フォーク、カーブにシュート、あと落ちるスライダーも持ってますね。まずはストレート、空振りです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、さあどう来るか。2球ストレートで第3球はこれはフォークボールですね。内への変化球は決まりません。これが今度は落ちるスライダー、変化球は決まりません。スリーボールワンストライク、次が5球目、空振りになります。ストレート、スリーボールツーストライク、フルカウントとなりました。これはフォアボール、外れてフォアボール、ノーアウトでランナーが出て、ランナーを出していきます。4番に中井、小宮山さんどうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。初球大きく外れています。2球目は何で来るか。これグリーンライト出てるんで、ちょっと走ってみたいと思います。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。非常にブレーキが効いたボールです。で、三振、二塁タッチアウト、盗塁失敗、三振ゲッツーとなりました。警戒は甘かったと思いますが、スチールは許しません。これどうなんでしょう。債務士でこれ怒られんのか。
バッターは6番川端。さあ走塁でのミスはセカンドゴロに倒れています。バッティングで取り返したい。しっかり捉えた。ショートうまくさばいてそのまま入って2塁アウト。これで3アウト。もう一回回ってきますか。回ってこないか。これもこのまま同点で終わりそうですね。今日はダイソーで途中出場の西浦。ツーアウトランナーありません。見逃し三振。試合終了。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。さて今度は明治神宮に場所を移して、成瀬宇都宮の投げ合いです。成瀬ホックル打ちたいな。ホックル成瀬がマウンドにいるときにホックルを投げてくるのは多分1球か2球。そのホックルが来るんだよっていうのを頭に入れつつ、まあ打席に立てばホックルにも対応がきっとできるでしょう。バッターボックス高橋。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。まずはストレートからちょっと見づらいなボールが。今日の先発ピッチャーは成瀬。ここまで5勝をマークしています。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。今のはストレートだったんだろうな。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。インコースを厳しく攻めます。5球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。これはまあ進塁打になったか。一塁へ。ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁と変わっています。ただ先制はできなかったんですね。1回の裏バッターの山田。ここ5試合で打率は2割を切っていますが、西さんちょっとバットが湿ってますよね。今はいい時のフォームとかを動画で確認できますんでね、なんとか修正したいですよね。なるほど、そうですか。さあフルカウントになって宇都宮どうか。これは井端がうまくさばいてアウト。ワンアウト。片岡かな。2塁は片岡ですね。1塁に井端が入ってる。さあ1点ずつ取り合いまして、3回の表です。さて小宮山さん、ちょっと打ちにくいというよりボールが見にくいんですけど、どんな感じでしょうか。まあそうですね、どちらかというとホックル投げてくるバッターなので、ストライク先行でいいと思いますね。なあ、ストレート。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。スライダー入ってんのか。今の組み立ててくるのか。さあ勝負してくるのか。うわー、これは雄平ナイスキャッチ。ツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。あ、これは良かったんですけどね。さあ今度はチャンスの場面になりました。高橋由伸。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあアウトカウントが一つ増えました。うわー、おっとこれを掴んだ。スーパープレーだな今のは。プロ野球の醍醐味です。抜けていればもう抜けよう。これはすごいプレーが出た。よく取りました。絶対抜けたと思ったんだけどな。さっきのは悔しいな。
打席には3番バッター高橋。たださっきのねプレーの後ジャイアンツの方は点を取ってくれてはいますので、勝ってはいるんですけど、ここまで由伸ちょっといいところがないんで、ここらで一気にバーネットを一発打っておきましょう。ファウルになります。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割4分1厘となっています。すごい数字ですね。打ち上げた、これはボール打っていった、高い打球、ここは打ち上げています。抑えてワンアウト。今日はいいとこなしか、ランナー2塁に向かっています。もう一回回ってきて、よし、しかもワンアウト満塁。ここで今日うまくいってないのを全部清算したい。ここで点は取られたくないですね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき高橋がバッターボックスです。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。これで3ボール1ストライク。近いところ、次はこれが5球目。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうです。うわー、空振り三振だ。147キロのストレート。うわ、しかもサヨナラ負けだ。ヤクルトスワローズ、いやー今日はいいとこなし。サヨナラで勝利しました。西さん、まさに起死回生の劇的勝利。球場なんかどうなったんだろう、最後の回。5点取られてるな。マシソンが打たれたんですね。お、2位カープとのゲーム差がいよいよ4ゲームに縮まってきた。はい、というわけで、まあ、ちょっと今回ね、成瀬と対戦したんですけど、うまく打ち崩すことができませんでしたんで、まあ、ちょっとその模様は次回の成瀬との対戦で持ち越しをしたいと思います。次回はヤクルトとの3連戦ですね。もしかしたらまた黒田と対戦するようなことあるかもしれませんで、そのあたりもね、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。今回はここまで。